アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。この試合は K-1 トーナメントルール、クラッシュライト級グランプリ2009準決勝第2試合です。 K-1 ルール、タイトルを争って、ここまでキャリアの中で2度対戦している2人、赤山本雅弘、青山本元気。2004年12月と2006年1月、山本元気の1敗1引き分け、山本雅弘の1勝1引き分け。さあ3度目だ、どっちかの打ち合い、変わらず速いスピードを見せつけてくる雅弘です。それをじっくり見合って、こちらもローキックが強い元気。さあ小林さん、はい、石川対竹内に続いてですね、非常に心にくる、胸にくる戦いですね。3回目あると思わなかったですね。全くそうですよね。またルールが変わると何か変わるのかなと。あ、そこに関してはですね、2人とも、いやいや特に変わることはない、ハイレベルでいい試合になる、それだけですというふうに口を、で言葉が同じでしたね、2人とも。さあパンチの距離を変えていきます。正弘、左フック、サウスポースタイルです。左が当たる、正弘もパンチうまいですからね。その倒す威力を得てからもう久しいですよね。これさ、弟弟子、この出だしどうですか、正弘。いや、この間ね、1回戦はすごく硬かったけど、今回いいですよね、楽上に楽に。あの7月の戦いはディフェンスを重視したそうですね。あと、まあ KO負けの後だったっていうのもあるんですけど、はい。さあ飯谷選手、はい、逆に対して今ミニストレート得意の技を放っていった元気選手の方の出だしはどうですか。そうですね、まだ見てる感じですけど、やっぱり正弘選手が速いんで、サイドステップがすごい速いんで、はい、右のローキックでやっぱりなんとかこう、手口を掴もうとしてる感じはしますよね、はい。あのパンチがクローズアップされますけれども、この蹴りも元気非常に強いですよね。そうですね、やっぱりもうこの2人がやって面白くない試合は絶対ありえないんで、はい、すごい2人なんで楽しみですね。ゲイ君はね、タイ人とか止まっているやつにはバババっていけますけど、山本は動か止まらないですからね、なかなか捕まえづらいですけどね、はい、それをいかにして止めるのか、読み合いになると元気、いやハイレベルそのものです。右でも今ヘッドスリップしてかわしたか、正弘これも追いかける。いや、ゆうや選手、はい、2の手、3の手、いや、5、6までありますね。そうですね、正弘選手、右回りながら左フックすごい警戒して、首回し、ね、いなしてるんですけど、それでも左フック当てに行きますからね、すごい技術ですよね。先の先を読みます。右ミドルキック払って、次のモーションローキックに行きます、正弘。あっという間に残り20秒、第1ラウンドです。ここもパンチと見せかけてロー、元気がすぐに返す、回る、右の拳を見せる元気が、にじり寄るところにミドルキックを放つ、さらにサイド気味の蹴り、上体を揺らす、そこでタイムアップ第1ラウンド。戦いは第2ラウンドです。変わらずステップワークが速い赤いグローブ、山本雅弘対する山本元気、右のミドルキックです。やはり小林さん、あの元気の、はい、そうですね、パンチもいつヒューを吹くかというのも見ものですよね。ミドルキックをしっかりガードしています。赤雅弘サイドは、いや元気に対して相変わらず打たれ強いんだよなとしたあと、隠し玉は一つあります。そんな手の内も明かしています。でもそれが何か多分そんなないと思いますよ。あの藤原会長はですね、足技も使って上下に揺さぶってどうパンチを使うか、あのみんなパンチをこのルールだと使いたがるからななんて気になる一言がありました。井上選手、はい、2ラウンド目動きはありますか。そうですね、正弘選手、まあ、両方とも蹴れるんですけど、やっぱりハイキックとかっていうのもやっぱり鍵となると思うんで、それも狙ってるような様子は少しありますね。
はい、どうなるんでしょうかね。やはりその上下の揺さぶりあるでしょうね、一つ。そうですね、まあ、元気選手はマサイロ選手がやっぱスピードが速いんで、受けてからこうやって返すようにしてますよね。一発がその分重いんで、2、3発もらってもこう一発でっていうことを考えてると思います、ね、受けてから返そうとするけど、やっぱマサイロそこにいないんですよね。そうなんですね、動くんで。まさにスピードマスター、右ミドル、速度にプラス倒す力がある正弘、倒す力、いや、それを信条としてきた元気。右、小林さん、今正弘の一打どうでしたか。そうですね、当たりましたね。ちょっと動き止まりましたし、それを見せまいというのか、リードジャブからミドルキック、元気です。避けてからの返しがね、こうできるから、そうですね、本当にあのこの井上選手、はい、瞬きしている間に勝負が終わってほしくだけはないような戦いですね。そうですね、もう目離せないですね。やっぱ横に動く人間殴ろうとしてやっぱり隙がどうしてもできるんで、そこを正弘選手はすごい中から狙ってますね。カウンターでフックなりストレートなりっていうのは、うん、目が離せないですね、あ、ここも一旦距離を取りますね。右のストレート、あの芯を射抜くようなパンチだけは食らいたくありません正弘。蹴り合い、これも軌道を変えてくる蹴り、変幻自在、白いトランクスが正弘です。距離が近い、元気のパンチ押してから胸へ、元気のパンチ、そして左のボディーブロー、おい、ここも離れる、ミドル正弘、最後に さあ最終ラウンドです。延長1ラウンドはありますが、第3ラウンド、ここまではお互い裏の読み合い、探り合い、そして時折の強打、近くなってくる、元気がいついかに自分の距離にしてくるのか、今は左のパンチです。さらにミドルキック、ユア選手、今思わずうまいと声を上げられました。さばきましたね、うまいこと、はい、ここも回る、動いていく、パンチをかいくぐる、元気選手、井上選手、失礼しました、はい、やはりですね、なかなか次の手に移るまでもですね、はい、どう出るのか。そうですね、やっぱりあの正弘選手の方が全然運動量というのは多いんで、すごい練習しててスタミナは切れない選手なんですけど、この元気選手に追いかけられたら、やっぱり少しずつプレッシャーはあるのかなというのはありますね。でもやっぱりさばきながらうまく蹴りも返してるんで、わからないですね、いいタイミングで、はい、まだわからないですね、まだ見えない、前蹴りで止める、ここも上半身を動かしていきます。捕まえない、捕まないという声も飛びます。下からのパンチ、元気のワンツースリー、小林さん、このラウンドどうですか。そうですね、まあ、山本が自分のスタイルを守って、はい、正弘が、はい、左フック、でもここは単発になったか。いや、しかし井上選手、はい、単発にはなりませんね。やっぱ攻防攻防がつながりますね。そうですね、出ますね、到着しないですね。正弘選手も足を止めてやっぱり少し打ち合いにいった感じがありますよね、はい、カウンター狙いながら最初ほど、動いてっていうのはやっぱ最終ラウンド楽しみに来てますね、はい、そうですね、さらにアグレッシブな打ち合いになりましたね、はい、そして過去2度の戦いと同様に、小林さん、いやほとんどここの組などありません。組みつくことは全くありませんね。そうですね、右ストレート、元気ストップさせる正弘、左運動、元気の右蹴りで返してくる正弘です。いや、時間が本当に短く感じられる。共に手の内を知り尽くしています。ここで、今初めて組み合うような形になりました。ブレイクです。目線はまっすぐ、山本元気、蹴りのモーション、接近するが、どうだ、あと15秒、第3ラウンド、高い蹴りに対して右ミドル、
パンチでクラッシュできるか元気、いやパンチは正弘の方です。左フック、いくともしないですね今の左フック、まともなこと左しているんですけれども狂いはありません、ともにそうです。勝敗が判定によって決まることになったこの2人、正弘と元気です。小林さん、またまた息詰まる展開でしたね。まあレベル高いですよね。いやまた自然に小林さんが言葉少ないになるのも分かります。この2人の戦い、さあ発表です。ジャッジから30対30ドロー、ジャッジ30対30ドロー、スケートラインですかね。お聞きの通りポイント差はありません。どうなってもどんな攻撃でも繰り出すことができる2人、そうですね。エキストララウンドになります。山本雅弘と山本元気、2人の戦いは延長戦です。3度目の決戦。さあ小林さん、はいはい、何が見てみたいですかここから。KO を見たいですけどね。KO このラウンドにして優也選手はどうですか。そうですね、もうどうなるのかなっていう感じですけど、正弘選手の左の顔面膝、左ハイキック当たるような気がしますね。元気選手の右のボディとか左フックもいいですし、分からないですね。今は正弘の方がボディへ膝、そこかもしれないですね。なるほど、一つ言ってみれば餌を撒いてという攻撃になるのか。ここもボディへ膝、正弘です。さらにそこへミドルキックピンポイント。2人の差はもうほとんどない。正弘強いからなという元気、さあその元気が第3ラウンド、しかし優也選手打ち合いまで持ち込ませたのは事実ですからね。そうですね、正弘選手もこれがでも自分に自信あるんでしょうね。チャンスだって思ってやってると思いますね。応じているということですか。はい、そうですね、いやいやされたような感じではないですね。はい、すごいいろんな準備をしてきたと思うんで、ここも近い、続行です。ブレイクにはなりません。この2人に組み合ってのブレイクというのはもうほとんどない。残り半分です。優也選手、はい、ちょっと今までと違うパンチを見せてきましたね、正弘。そうですね、パンチをつけてきましたね。左膝、あれはもらったら倒れますね、岡崎に。飛び上がっての飛び膝、さあ元気どうする。うまい、ここは距離を取ってくる。リードジャブから左、小林さん、はいはい、正弘がまずあの左の足技いいですね。いいですね。そしてさらにその後右のすくい上げるようなパンチも見せています。右フック、パンチもいろんなバリエーション持ってますからね。だいぶ豊富ですね。さあ元気、元気選手がちょっとパンチに固執したような気がしますね。ああ、そう見て取りますか。足とお腹を蹴れればまた違ったんでしょうけど、はい、今ミドルですね。正弘、うわー、これもハラハラする。さらに左、はい、左の飛び膝、優也選手、はい、出してきましたね。そうですね、もうクリーンとか正弘選手の方が多いですね。残りは15秒。拳と拳になります。いきますね、最後狙いしましたような左ストレート。さらにほとんどボクシングのような打ち合い。ここは火の出るようなパンチの打ち合いでこの2人の3度目の戦い終了を見ています。いや、いい試合だ。小林さんも思わず拍手。いや、もちろん参考には以前のことですからなりませんが、この2人の戦いは14ラウンド KO はありませんでした。そうですよね、そんなにやってるんですよ。しかし優也選手、はい、納得のその2人の歴史ですね。いや、もうレベルが高いですよね、本当にもうすごい試合でした、どれも。そしてある意味無情とも言えましょう、判定の発表です。ジャッジは10対9、赤、正弘。正弘
必ず蹴りはつく。10対9、正広、3者とも山本対決は正広につけました。